インターナショナルサッカーインフォームです。今回は、久保武久選手のプレーを振り返っていきたいと思います。該当の試合は、2022年10月16日、リーガエスパニョラ第9節、セルタデビーゴサスレアルソシエダ。こちらの試合となります。試合結果の方は、1対2で、レアルソシエダの勝利となっております。久保選手ですが、先発で出場し、後半30分までのプレーとなっており、ポジションは、左フォワードでした。 過密日程下での出場状況ですが、直近14日間で5試合に出場、うち、先発が4回、フル出場が1回で、プレイタイムがそれぞれ88分、90分、87分、28分、75分といった内容で、なかなか大変なスケジュールとなっております。この試合、久保選手ですが、疲労の色の濃さ、マークの厳しさ、強度の高さ、激しさに苦しみ、全体的に低パフォーマンスとなっておりました。今シーズン、 リーグ戦で継続して見せております。前戦での守備プレスですが、この試合も良かったです。ゴールキーパーに対してのプレスも印象的でした。全体的にボールロストが多く、ボールをうまく足元でコントロールできなかったシーンが参見されました。久保選手、試合を通して厳しいマークに苦しんでおりました。15番、エイドゥーの守備、スピードに苦しんでいたというのが印象として大きいです。 シルバ選手と、久保選手、共に、ボール保有時に囲まれて、なかなか自由にプレーができない状況が多かったように、思います。二人に対する警戒が強く、対策と対応が徹底されておりました。全体的に、フィジカルコンタクトが激しい試合で、シルバと共に、ボールコントロールに苦しんでおりました。この試合、久保選手を含め、全体的に、レアルソシエダの疲労の色が濃く、走力の面で差があり、強度の高さ、セルタの荒さにより、厳しい内容となっておりました。 この試合の総括ですが、様々な要因で、チーム全体として苦しい試合でしたが、1対2で勝利という結果を喜びたいです。過密日程が続く中、よく乗り切った。というような内容であったと思います。はい、それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。